こんにちは、心理カウンセラーの高森です。パニック障害の治療の仕方を教えてくださいという問い合わせが時々あります。そこで今回は一般的な道筋っていうのをお伝えしたいと思います。対症療法としては精神科クリニック、心療内科で投薬を受けるというのがありますね。これは多くの場合、不安になった時に薬を飲んで落ち着かせるというやり方をします。これをやりますと、不安によって起きる息苦しさとかいろんな症状っていうのが抑えられますので、対症療法としてはある程度効果はあると思うんですね。ただこういったものを薬だけに依存することなく体質として変えていくというためには、まず心理療法っていうのが必要になってきます。よく使われるのは認知行動療法の中にパニック障害、パニック症向けの治療のやり方っていうのがありますので、その手順にのっとって進めていけばかなりの確率で楽になると思います。ただ根深い性格的な傾向があって、それがいろんな症状を起こしている場合には、認知行動療法のパニック障害、パニック症向けのやり方だけでは十分ではない、あるいは時間がかかるっていう場合もあります。以上、ご参考になれば幸いです。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、よろしければカウンセラー高森で検索しご覧になってみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。